1930年のベルゴリツ・オリガ・ベルゴリツ、ロシア語、ファイ。1910年3月11日から1975年11月13日は、ソ連邦の詩人。第二次世界大戦期の、ドイツ軍による、レニングラード法以下におけるラジオ放送により有名。軍医である父とオルデンブルク王女学校出身で、読書家の母の間に生まれ。 サンクトペテルブルクの労働者地区に育つ。1918年に始まった国内戦に伴う食糧難のためにウーグリチに疎開し1920年にはサンクトペテルブルクに戻って第117統一勤労小学校で学ぶ。1924年にレーニンが死んだ時、レーニン工場付属のピオネールに入ることを決意し集会に参加し始める。 1926年にコムソモール候補となり、2年後に出版印刷所のクラスナヤがゼータのコムソモール組織に移され、クラスナヤベチェルナヤがゼータ紙の文書運搬係として、働きながら、芸術史研究所付属芸術学上級講座、第2課ほどの学生となった。その講座が解散させられてから、レニングラード国立大学に転校。1930年の冬に、 大学の哲学課程を卒業後、同窓生で夫となるニコライ・モルチャノフと共に、中央アジアカザフスタンの地方紙、ソビエツカやスチェーピの編集局に派遣された。農民部で木綿栽培、工芸作物の乱を受け持ち、独学で農業を身につけた。夫が、軍隊に召集されたのをきっかけに、レニングラードに戻り、 大工場の一つであるエレクトロシーラ工場新聞の編集に参加し、コムソモールのページを受け持った。さらに工場誌の編集に参加し、党員候補となる。この時期に詩人であるサムイル・マル・シャークが彼女をマクシム・ゴーリキーに紹介している。1937年の初めに、人民の敵との関係という事実無根の権威で逮捕され、1939年の後半に、 釈放されたが、この事件の前に二人の娘たちを失っている。1941年6月からドイツとの戦争が始まり、1942年1月に病身だった夫が亡くなった。レニングラードがドイツ軍に包囲されている間、オリガはこの都市に残り放送局の仕事とソ連軍の広報活動に従った。市民に敵に立ち向かう勇気を与え続けた。 放送の原稿は1946年に本となるが、スターリンが生きている間は発売禁止となる。スターリン死後になって、レニングラード市民によって、ピスカリオフ墓地の壁に、誰一人忘れまい、何一つ忘れまい税、税の一節がよく知られる、彼女の死が刻まれた。レーニン勲章、レニングラード防衛勲章などを受訓、レニングラードで没する。1994年に、 サンクトペテルブルクの名誉市民となる。ありがとうございます。